今日はあの社長ではなく一選手としてあの答えさせてもらってよろしく。今世界タッグ挑戦が大野選手と組んで決まりましたけど、はいはい、まあ、大野さんの方からぜひ秋山選手と組んで挑戦したいっていう希望があった上で、はい、先日も、まあ、まあ僕らもね、僕もそろそろエボリューションとね、エキシードだけでいろいろやってるんで、そろそろまあ行かないといけないなというのもあったんで、まあその時ちょうどね、大森もそういう気持ちになったと思うし、もうそんなに考えることもなく、よし行こうということだったんですけどね、まあタイトルマッチは、どちらかというと、エボリューションの青木城組が会場の声援をね、集めてたみたいな感じで、まあそういうとこも、なんであいつらが会場の声援を集めるかっていうのも、今のね、チャンピオンもしっかり考えないといけないし、まあ試合終わってから僕らがあいつらの前に行ったときに、まあ塩崎がね、壁と、まあ片や宮原は壁じゃないと、まあ、塩崎に、限ってはあれですよね、前僕を隠居させてくれるって言ってるのに、またここに来てまた壁だと、まあ、そういう多分一貫性のないところが あいつの良くない、いまいちマイクで、共感を得られないところだと思うんでね、まあはっきり言ってお前らは俺らのもう壁じゃないって挑戦しに来るなら俺らが叩き潰してやると言ってくれた方が俺もね、よしこんなクソガキと思ったけど、まだ壁にしてくれんのかとまあその点では宮原の方がね、お前なんか壁じゃないというコメントもしてるんで、相手に限ってはこんなクソガキとはね思ってるんで、まあ、それぞれのまあタイプもあるんで、それはそれでいいのかも分かんないけど、まあ塩崎に限ってはもうちょっと今の自分のポジション、ね、立ち、まあ、そういうのも全部考えてね、まあ、発言もしないといけないんじゃないかと思いますね。塩崎さんの感覚としては、そのシングルでまだ1回しか勝ったことがないという事実も踏まえて、はい、やっぱりどうしても壁という意識が働くはいはい、はい、ところもあったなと思うんですけど、まあ、1回でも勝ちは勝ちですからね。まあ、どれぐらい前、1年前ぐらいに隠居させてくれって言ったのかな。そうですね、はい、去年のチャンピオン会になる前に言ってましたけど、まあ、俺もね、隠居させてくれって言われたり壁って言われたり忙しいけども、まあでも壁というなら、壁らしい壁でね、あいつの前に立ちたいと思うし、まあ久しぶりに、社長ではなく、秋山純として、あいつの前に立ちたいなと思ってますし、まあ、久しぶりにちょっとがっちりやってろうかなと思ってます。あとそのタイトルマッチの前、開幕戦の名古屋大会のシングル前哨戦という形になります、はいはい、それもあいつが言ったことなんで、まあ、まあ言われた通り僕も別にやることには何のためらいも何もないんで、まあまあ、それまでにしっかりシングルマッチであいつを小全般に倒せるものをね、しっかり練習して調整して名古屋のリングに立ちたいと思います。まあ、名古屋でね、あんまりこうシングルマッチとかね、あまり塩崎とかはないんで、まあ、名古屋は皆さんにもね、喜んでいただけると思ってます。まあ、あくまでも、
あの俺が塩崎をコテンパンにやるところをね見せたいなと。でその前のシングルに加えて、まあ、キャプテンホールという形の前哨戦もありますし、はいはい、でタイトルマッチがある、はい、秋山さんの意識としてはやっぱり塩崎選手の方に向いている部分はありますかね。キャプテンホールですか。キャプテンに塩崎選手ですし、はい、まあ、あいつがあのシングルマッチを、ね、要求してきたからとことん俺とやりたいんだろうということがあって、まあ、キャプテンをね塩崎に、キャプテン塩崎と俺にしたんですけどね、まああのまあ、直そのままキャプテンの塩崎を狙うんじゃなくて、こう真綿で、ね、首をこう締めるように、ね、一人一人あの倒していって最後にギュッとやってやろうかなと思って。一番最初に塩崎の感じで狙わないですよ。最後の最後に、最後の最後にコテンポンにやってるかなと思います、うん、って言っていきなり狙うかもわかんないですけど、まあ、とにかくこの世界タッグまで、まあ、ここね、まああのまあ、こういうこともそう、インタビューもそうだし SNS もそうだし、もうその戦い中のね8月29日までいろんな戦い方があると思うし、もちろんシングルマッチもそう、キャプテンホールもそう、言葉でね、あいつらはやるのは嫌いみたいだけども、これも一つのやっぱり戦いだから、言葉で戦いできないんだったらリングとかそういうこと言うなと、しっかり言葉でも戦ってこいと、俺はそうやって今までやってきたから、俺は俺のスタイルで、でもお前がもしか言葉で俺に反撃しないんだったらもうその時点でお前の負けだ。タイトルマッチになってから秋山さんにご自身のコンディションっていう部分が精神面も含めていかがですか。まあ、体調を整えるだけで、あとは閣下するだけで、今までちょっとこう全体をね、選手、他の選手を出さないといけないとかね、そういうのもやっぱあったんで、閣下するのもなかったし、どちらかというと自分の状態、こう心の状態はなぎ状態だったけども、やっぱり自分でそのタイトルマッチに行くとなると、ね、心の中でもやっぱりどんどん波が立てていかないといけないし、もちろんあいつらの言葉とかそういうものに対しても敏感に反応しないといけないし、まあ、もちろん今まで敏感じゃないということはないけども、なおさらそこまで、ね、世界タッグまでは敏感にあいつらの言葉動き全て、キャッチしていきたいなと思ってます。まあ、ここでこう言ったらあいつらがこうやってこうなるからちょっと言いづらいなということも、ね、今まであったけど、まあ、ここは一つ前座にいろんなことを教えるという意味でも、言葉でも叩き潰したらと思ってます。だからもう見てる方には、ここからはあの全日本プロレスの社長じゃなく、一秋山純として世界タッグまでは見てください。よろしく。あ、宮原に一言。お前俺と塩崎のことがクローズアップされてるからって言って何にも言わないのはダメだ。お前前半戦だけ調子よくて後半戦失速してるよ。もっとガンガン言ってこい。だからお前ダメなんだよ。しっかりかましてこい。